生理学者、エミール・ディ・ボワレーモン。我々は知らない、そして知ることはないだろうと主張した。我々は知らない、知ることはないだろうは、人間の認識の限界を主張したラテン語の標語。19世紀末、ベルリン大学教授の生理学者、エミール・ディ・ボワレーモンによって、ある種の科学上の問題について、人間はその答えを永遠に知り得ないだろうという意味で、使用された。 レーモンの主張は、当時のドイツ語圏において、イグノラビムス論争王と呼ばれる議論を引き起こした。イグノラムスと、イグノラビムスはそれぞれ、知らないという意味のラテン語、イグノロの、一認証複数現在形と一、認証複数未来形である。この言葉は遡ると、知識という意味のギリシャ語、くノシに由来がある。イグノラムスはもともとは古英国において使用されていた。 法廷用語であった。16世紀末の英国の法廷において、酵ソが、1880年の講演、宇宙の七つの謎において、デュー・ボア・レーモンは、科学には大きい七つの謎があるとした。それら七つの謎のうちの四つは、単に現時点において謎であるだけでなく、永久に解決不可能な問題であろうとした。物質と力の本性運動の起源生命の、 起源自然の合目的的性質、効率的性質、単純な感覚的性質の起源、意識の起源理性の起源、言語の起源自由意志レ門モンは解決不可能な問題について説明する場合に、いくつかの場面でフランスの数学者、ピエール・シモン・ラプラスによって唱えられた、ラプラスの悪魔のアイデアを使用した。人間の考えうる、認識の最高段階に達していると思える。 知性によっても理解できないことならば、我々人間が理解することは到底、期待できないだろう、といった議論においてである。以下、デューボア・レーモンが、ラプラスの悪魔を引き合いに出した部分の一例である。かくて、ラプラスの魔の自然認識は、我々人間自身の自然認識の、およそ考えうべき、最高の段階を表すものであって、従って我々は、自然認識の限界にあたって、 これを基礎に持ってくることができるのである。ラプラスの間にして認識できぬことは、それよりも、はるかに強小な限界の中に閉じ込められている。我々の精神には全く永久に知られずに、終わるであろう。レーモン、P35,872 年の講演、自然認識の限界についてにおいて、レーモンは講演の最後で次のように述べた。物質界の多くの謎に向かっては、 自然科学者は男らしき諦めを持って愛がアナます。我らは知らないと自白することにすでに久しくなれている。今までへきった勝利に満ちたとお帰りみ、今彼の心を支えるものは今日知らないことも少なくとも事情の遺憾によっては知り得るであろうし、おそらくいつかは知るであろうというひそやかな意識である。しかし物質と力の本性が何であるか、 またどうしてそれがシーシュールのであるかの謎を前にしては、彼は断然一層耐え難い判決を決心しなければならぬのである。レーモン P60 数学者ダフィット・ヒルベルト。我々は知らねばならない。我々は知るであろうと応じた。1930年、ドイツの数学者ダフィット・ヒルベルトは、ケーニヒスベルクで行われた講演、自然認識と論理において、 というボアレーモンの言葉を批判的に参照しつつ次のように述べた。我々、数学者に、イグノラビムス、不価値はない。また、私が思うに、自然科学にもイグノラビムスはない。馬鹿げたイグノラビムスに対し、我々のスローガンはこうなるだろう。我々は知らねばならない。我々は知るであろう。ダフィット、ヒルベルト、自然認識と、論理、ヒルベルトンの母比。 我々は知らねばならない。我々は知るであろうこのように公演を締めくくった後で、ヒルベルトは声を上げて笑ったと伝えられている。この公演を、最後の部分を記録した録音が残っていて、最後の部分でヒルベルトの笑い声が確認できる。ありがとうございます。